ああ皆さんこんにちは。増田敏夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。えー、不思議なことには裏がある真実があるということでいろいろな問題を取り上げて解説をいたしております。今日の不思議はですね、えー、アメリカ財政の不思議ということであります。なぜ不思議かと言いますとですね、えー、まあこれアメリカの米予算局というのがあるんですが、これがですね、 えー、このアメリカの財政の、まあ、収支どうなるかあ、それからアメリカの国債発行総額、いわゆる債務ですね、えー、債務の総額がどうなるかというようなことについて、えー、調査をしてですね、えー、予測を発表するわけなんですね。で、えー、ちょうど最近ですね、えー、の発表によりますと、財政赤字、 えーまあ、毎年、えー、どれだけ赤字が出るかという話ですがあにし2024年今年の財政赤字、えーまあ、年が始まった頃はですね、えー、1兆5000億ぐらいと見ていたんですが、えー、最近の発表によるとですね、えー、これがまあ2兆ドルになるとういうことなんですね、まあ、これもまあちょっとお、まあ、大きなニュースになったわけです。 もう一つのですね、アメリカの負債総額。どれだけまあ国債を発行しているかという負債総額。これがですね、今年の初めは33兆円ぐらいということだったんですが、これが今になるとですね、34兆円をまあ突破すると、もうじき35兆円になるかもしれないというような、こういうことになって、 まあ、こういうことが発表になったということで、まあ、アメリカの財政が、この、緊迫しているということが、まあ、ニュースになったわけですね。で、アメリカの場合はですね、まあ、コンフリクトブインタレストという、まあ、法則、原則がですね、徹底されている関係上ですね、アメリカの通貨、ドルを発行する FRB と、発行されたドルを使ってですね、 国家を運営する国家というものがですね、債権債務の関係になっているわけですね。えー、FRB が債権者で国家が債務者ということで、えー、コンフリクトブインタレストという法則によってですね、えー、この債権者と債務者が、まあ、手を結ぶというか、共通のですね、えー、利益を持ってはいけないということ、これ厳しくう禁止されているわけですね。えー、従ってですね、えー、まあ、34兆ドルのこの負債があると。 それから毎,毎,毎月毎月あるいは毎年毎年ですね、えー、負債が増えているということなんですが、えー、これをですね通貨の発行元である FRB が、えー、この国債が発行されたからといってはいはいと言ってそれを買うとお財政赤字が出たからその赤字分をまた通貨を発行して埋めるということはですね、えー、財政ファイナンス 今言ったようなことをやることを財政ファイナンスって言うんですが、これが禁止されてるんですね。アメリカの場合は禁止されてるということで、それができないと。これがですね、えー、このアメリカの国債がディフォルトに陥る可能性、えー、あるいはリスクということの根本になってるわけなんですよ。まあ、あの国家がどん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 赤字国債。赤字国債っていうのは、あ借金を返済するための借金。 なんですね。まあ、アメリカの国債が期日になって、えー、落とせないということになって、また新たなあ国債を発行して、それで、えー、その、落とす。つまり、つまり、債務を履行するということなんですが、この赤字がですね、えー、どん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 増えていると。 借金のための借金がどんどん増えているということで、累積がですね、まあ,あ、もうじき35兆円だ、35兆ドルだというんで、天文学的な数字になっているえ。そして一方ですね、返済する方の <coughs> 財政収支。まあ、返済するとしたら国民から、<coughs> いわゆる企業の歳入を増やしてですね、その歳入でもって借金を返すっていうのが当たり前なんですが、この財政が赤字になるということは、歳入と歳出のバランスがですね、常にマイナスであるということですから、歳入によって借金を返すということが、もうこれ当分というか永久にできないということを表しているわけなんです。そうすると、払うことができない。払われる見込みのない。<laughs> えそういう債権がですね、天文学的な数字で増えているということですから、<laughs> もうこれ潜在的に財政破綻だとお言われても仕方がないというか、あもう事実上潜在的債、うんえーうん、務破綻、あるいはあ国債の不履行ですよ。ディフォルトえ。もうこれがもう決まった、もう当然なんですね、うんえー。不思議というのはここにあるんですね。もうアメリカの この債務それからアメリカの国債はもう債務不履行そしてアメリカの財政はもう破綻状態とそしてこれから改善される余地はなくて悪化するばかりだということが今現実なんですよだったらですねマーケットの原理にも続いてアメリカの債券が売られてそしてドルのバリューも下がってドル安になってドルがあるいは崩壊するかもしれないという。 ぐらいになって、そしてアメリカの債券の価格も、潰れることが分かってる債券買う人はいませんから、売ることはあっても、潰れないうちに売りましょうという人はいてもですね、これから進んで債券買いましょうという人はいないはずなんですね。と、そうするとアメリカのこの国債もまあ暴落するし、ドルも暴落してもおかしくないという、こういう今、現実があるわけですよね。ねこれは、 あ嘘も隠しもない、本当の現実ですからね。その現実があるにもかかわらず、ご存知の通り、ドル高がどん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 進み、ね、そしてアメリカの債権が買われると、いうことがずっとこのところ続いてるわけでしょこれちょっと不思議だと思いませんか。マーケットの原理から言ったって、まあ、ある意味ではありえない現象ですよ。ね。 で、まあ、ありえない現象っていうのは、時玉なんかの表紙で起き、起きるんですが、3日転下でそれはすぐですね、えー、まあ、解消されて元に戻る。これがまあ、マーケットの、通常のマーケットの現象なんです。ところが、ありえないことが何年もずっとこう続いてですね、まだこれから先も続くというのは、これはもう異常と言おうだろう偉いんですが、まあ、これ、異常と言ってるのは私だけかもしれませんね。しかし、事実をよく見れば異常ですよ。えー、これが異常であるということを認めない人は、 まあ、経済の分かる人ならですね、この世の中に一人もいないと思いますね。ということは、全員がですね、経済の分かる人全員が、アメリカのドルは崩壊する、あるいは財政は破綻する、国債はディフォルト、フリコみになると、ということを認めざるを得ないんじゃないですか。うん、これをこのマーケットが認めればですね、えー、まあ、直ちにドルの崩壊、財政破綻というふうになるはずですよね。うん えー、多分こうなるだろうっていう話じゃなくて、もうアメリカの財政は破綻した。もう同然なんですよ。ねうん、で、またこのアメリカの国債はもうディフォルト。払いっこないんですよ。ね、ディフォルトすることももう決まっても同然なんですよ。ね、ならば、今のこのマーケットで、えー、マーケットの減少は何だと。トル高で債権がどんどん買われて、ね えー、そして、アメリカの資産である株もですね、まあ一時は下がりましたけども高止、ま、高止まりしてるではないかと。そしてアメリカの経済も非常に強い、健全だと言われてるではないかと。一体な、これ何なんだということ、ここが非常に重要なことなんです。で、今言ったのはですね、箱庭的考えなんですよ。箱庭的考えっていうのは、うん、アメリカの財政は赤字だと。そして、えー、アメリカの財政をこの、この赤字、あるいは国債の 発行された国債を払うにはあ、国民からの税金、歳入、それで払わなきゃいけないと。だけども、お歳入と歳出はバランスは赤字だと。だから払えない。だからデフォルトになるんだと。今、ここまで話したことは全部、う箱庭、つまりアメリカという、このお国の経済の中でのお事情なんです。ね。うん。は、まあ、言うなれば、あ箱庭の話なんです。箱庭の話ではなくて大会。 大きな馬う海原ですね、えー国,際ですよえー、国際的なあこのお環境あるいは国際的な見地からあこの今のアメリカの現状を見たらどうなるかっていうここが大事なんですよ、ね、そうするとですね国際的にはですねまあ前から続いてることなんですがアメリカは移民国家ですから世界中からですね才能のある人がどん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 アメリカへ来てアメリカのです、ね、才能のある人の人口はどんどん増えてる、ね、そして人が来れば金もつ 金もついてきますから、世界から金がアメリカにどんどん入ってくる。まあ、日本を一つ例にとったらですね、黒田政権が始まってから、今、上田、黒田日銀総裁ですね、日銀が黒田総裁であった時から今上田総裁になるこの10年間、何度も言いますように1550兆円の金が日本からアメリカへ行ってるわけなんですよ。 ね。うん。だこれも、箱庭的な考えではなくて、もっと、グローバルな考え方で、えー、見て、見ておかなきゃいけないことなんですよ。だから、分かりやすく言ったら、アメリカ何にもしてないのに、よそから金がどんどん入ってきて、投資されて、そして、アメリカの資産の価値がどんどん上がってると、まあ、こういう話なんですよ。ね。そして、もう、不当たり同然の、アメリカの国債が、安全通貨だということで、どんどん買われてるっていうことなんですよ。ね。これ事実なんですよ。ね。だから、 理論的に考えると、買われるはずのない国債がどんどん買われる。ね。そして、もう国内はもう赤字でですね、財政赤字で、財政収支も赤字で、うんえー、もう国債をどんどん発行しなきゃいけない。しかし、アメリカには国債の発行の上限というのがあって、31兆3814億ドルというですね、もう、 借金はもうこれ以上しちゃいけませんよっていう制限があるんですよ。それで、もうこれ以上借金したら、もう政府機能が止まるという事態になったのは去年の5月なんですよ。そうしたら、まあ、あ会員と上院で、まあ、超党派的にですね、えー、この、債務の上限の規則と決まりというのをですね、もう停止すると。 ね。もう停止して来年の、つまり2025年の選挙が終わって、新しい政権が始まるのが2025年の1月20日からだと。だったらその20日の後に、までこれを延期しようということで、それまではですね、債務の上限というものはもう決着、なくしちゃったわけですよ。 ね、でそうすると、これ不履行ということになりませんよね。必要とあらばどんどん国際発行していいって言うんですから、上限を越したって構わないって言うんですから、これがこうなるとですね、やっぱりちょっとこれ不履行はないんじゃないのというようなこと。 ね。それからよく考えてみると、アメリカはその34兆ドルも借金があるって言うけども、そのうちの半分近く、40何パーセントっていうのは、えー、に、まあ、日本が一番余計に持ってるんですが、日本とか中国とかサウジアラビアとかいろんな国が持って、まあ大体40%ぐらい、アメリカの、おそのお、借金、今言った、負債総額の、お半分ぐらいは、外国が持ってるんだと。つまり、アメリカの借金は、日本とか中国とか、いろんな国がみんな払ってくれてんだと。 自分は払う必要はないんだと。うん。まあ、半分ぐらい払いますかということになって、半分ということになると、厳密に計算してみると、うん、まあ、参入で払ったということに、まあ、払ってないんですけども、計算上は <laughs> 自分の力で払ったことになるわけなんですよ。だから、何の心配もないんですよ。へっちゃらなんですよ。うん。借金は日本とか中国が払ってくれると。我々は使ってりゃいいんだと。これがアメリカの本当のステータスなんです。 このことを皆さんよく頭の中に入れてですね、えー、箱庭的ではなくてグローバルに考えるとアメリカっていうのは大変な国なんだということがよくわかると思います。では今日はこの辺で終わりといたします。